番組未公開映像、そしてアーティストからの熱烈情報をお届けするプチアツホットサンド。まずはこちら、モノマネ女王の意地爆発だぜ。まずは未来のスター候補が自慢の特技を披露。体は柔らかいとこちょっとお見せしましょうか。体柔らかいとこ、じゃあ、まあ、愛知バランス、愛知バランス、こうでしょ、できんの、はい、おー、すごい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 、いっちゃいよ。私も柔らかい方です、いけます、はい。そんな柔らかくない、そんなに柔らかくない、愛にはなってない。さらに、3、2、1、9、はい、ローラだよ。はい、なんて言おうとしたか忘れちゃった。はい、ほほ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 ほ、できるのすごく楽しみにしてます。いや絶対そう思うわ。はい、わ嬉しい、大好きです。あらほら。嬉しい。そしてこんなモノマネも。いらっしゃいませ。その服かなり似合ってる感じ。受けろ、そういません。おお、わかるわかる。やめやろ、ネタね。ネタね。ショップ店員の。そう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 、よくやってる。本物見してあげる。おお。いらっしゃいませ。似合ってるよ、かわいいと思う。いいね。でもこれあの、いい本物っていうか柳原さんの、柳原さんのネタですから、ね、ネタをしたらいいって言われてます。奇祭福田動物園。ニワトリカメラの前でやってる。俺ニワトリ大好きなんですか。これは本当にうまいですよね。この動きからさ。そういう動きするから、鳥そういう動きするから。なんでニワトリやろうと思うの。うわすごい、ええ、ほら、子供も見に来ましたよ。ありがとう。ニワトリだと思って来てるからね。牛みたいな服、私だよ、泣いてたの私だよ。ね、牛みたいな服着てますけども。俺見たことないんだけど、白クマの赤ちゃんってあるでしょ。顔じゃねえか、顔だったの。以上、プチアツホットサンドのコーナーでした。